それではどうぞ。皆様こんにちは、豪華市長高島でございます。いよいよふれあい霞号の出発になりました。今中山会長からお話がいただきましたの授業はその通りなんですけれども、まさに、こうしたですね、自分たちの地域からの発案によって、そして自分たちの地域を自分たちで守っていく、作っていく、支えていく、素晴らしい取り組みだというふうに思います。校区に例えばこうしたミニバスをお貸しして、そしてボランティアによって買い物支援をしていく、ご高齢の買い物が大変だという方と、それからスーパーとのドアツードアで往復をするというのはですね、もしかするとこれをただ聞くだけだとですね、なんとなくどこでもできそうなのかなっていうふうに思うかもしれませんが、これはやっぱりそう簡単にはいかないということを皆さんにもお伝えをしておきたいというふうに思います。これはやはり相当地域の活動というものがしっかりできていないと、これは実は簡単にはこれできるものではないんですね。そういう意味では、今回発案がですね、吉田さんがその高尾の自治会長をされた時にというお話ありましたけれども、中山会長中心にですね、この地域自体が非常に普段から、地域活動というものを非常に、盛んである、これがやっぱりベースにあるから、こういう何かしようという時にボランティアの皆さんに集まっていただいて、しかもこれが、半年間頑張ったけどそれ以上続かなくなったとかですね、ボランティアの人が集まらなくなったということでは事業としてできないわけですから、やはり日頃からの地域活動っていうのがこれベースになっている、だからこそこの霞ヶ丘でまず第1号として、これができたんだというふうに思います。ぜひ霞ヶ丘のこのドアツードア、ふれあい霞号が大成功していただいて、そしてここでいろんな得られた知見というものでですね、これからの買い物支援に関する福岡市とまた地域との共同事業につなげていければいいなというふうに思っております。今回の事業にあたって大変多くの皆様がこれまでご準備をしていただいたことに敬意を表しつつ、これまでのそのベースとなった、それぞれ民生委員、児童委員の方、社協の方、地域自治会で頑張っていただいている皆様方に敬意を表して挨拶とさせていただきます。おめでとうございます。